レジェンドブルー青、赤、緑の3色体ライオンズカラーは、プロ野球、埼玉西部ライオンズにおけるテーマカラーである。メインカラーは、青系で、事実上のコーポレートカラーとして球団のみならず、西部グループ各社の様々な施設に施されている。ライオンズカラーと称するデザインは、白地に青、赤、緑の3色の帯を配したもの、および、 レジェンドブルーと称する紺色系統のものの2種類が存在する。また、前者に用いられた青については、ライオンズブルーとも称される。白地に青、赤、緑の3色の帯を配したライオンズカラーは、1978年の西武ライオンズ誕生と共に制定された球団のチームカラーであった。同球団のユニフォームや各種グッズにこのデザインが使用されたほか、 西武鉄道グループにおけるイメージカラーとして参加企業においても導入された。伊豆箱根鉄道の十国峠ケーブルカーや、伊豆箱根バス、大見鉄道の電車、バス、西武観光バス、古国バスのバス、西武ハイヤーのタクシーなどにおいて白地に三色体のライオンズカラーが採用されている。2009年1月1日をもって、埼玉西武ライオンズのチームカラーも、 レジェンドブルーと称する紺色に変更された。その後に導入された、西部観光バスが運行する、夜行高速バス、ライオンズエクスプレスや、西部鉄道が運行する、ライオンズデザイン電車、エルトレーン、大見鉄道が保有する900系電車などにおいては、新たなライオンズカラーである、レジェンドブルーを基調とした塗装が採用されている。一方で、埼玉西部ライオンズは、チームカラーを、 レジェンドブルーに変更して以降2018年までリーグ優勝を果たしていなかったため水色基調のカラーリングの復活を求める声も多く一部のファンからはライオンズブルーの呪いとも呼ばれたこれについて西部側はレジェンドブルーに変更して以降球場のみならず普段使いでも違和感がないカラーリングになったので一定の評価は得られたと説明している 1978年に西武鉄道グループの中核企業であった国土計画がプロ野球クラウンライターライオンズを買収した際、新球団名西武ライオンズやキャラクターのレオと共に定めたものが白地に青、赤、緑の3色の帯を配した初代のライオンズカラーである。上から空の青、獅子の情熱を表す赤。 大地の緑という順番になるので必ず上からを赤、緑の順番で使用されることになっている。また、球団か地平をかける獅子を見たでも、空奥風地六地は緑園の色の獅子を見たと、白地に青赤力のライオンズカラーが歌われており、それぞれの色の意味が盛り込まれている。球団カラーがレジェンドブルーへ変更となった後も、 西武鉄道が保有する電車の一部や、西武グループ各社のバスや、タクシーなどの車体塗装として用いられる。その他、前述の通り三色体の内青については、特に、ライオンズブルーと称され、ライオンズ球団のイメージカラーとして長年親しまれた、ほか、西武鉄道の電車の帯色や、伊豆箱根鉄道の電車の基調色としても用いられる。 埼玉西部ライオンズ球団の前身である西鉄ライオンズにおいて用いられた黒と西部ライオンズのチームカラーであった青との融合をコンセプトとして2009年より埼玉西部ライオンズのチームカラーとして採用されたものが栄光の青を意味するレジェンドブルーと称する紺色系統のカラーでこれが2代目のライオンズカラーである同年のシーズンにより 球団のユニフォームや各種グッズの基調色が、レジェンドブルーへ変更されたほか、前述の通り夜行高,高速バス、ライオンズエクスプレスなどの高速バスや、西武バスの路線バスの一部にラッピングがされている。また、大見鉄道の定期観光バス、西武鉄道のライオンズデザイン電車、エルトレーン、伊豆箱根鉄道の一部車両、登場時の大見鉄道900系電車で、 チームカラー変更と同時に新たに制定された球団のペットマークと共に用いられている。西武ホールディングス参加には西武鉄道の新ロゴと同じものを用いて統一している企業もある。ありがとうございます。